皆さんこんにちは、みーちゃんです。今回は東京医科大学の入試不正についてです。東京医科大学は入試において女性や太郎の受験生の点数を下げるという不正を繰り返してきました。昨年と今年だけでも実際の合格者の最低得点を上回るのに不合格とされた方がなんと101人いることが分かりました。対応として東京医科大学は合格者の最低得点を上回った方に入学意思を確認し、最大63人を受け入れることを11月に発表しました。さて、101人の中で入学の意思を示したのは49人です。63人以内なので、全員合格なのかなって思いませんか？しかし、大学側は入学意思を申し出た49人のうち、5人を再度不合格としました。なぜ合格者の最低得点を上回るのに不合格となったのでしょうか。まずは入試制度と大学側の説明を見てみます。東京医科大学の入試は一般入試、センター試験利用入試、推薦入試の3つに分かれます。今回最低得点を上回るのに再度不合格となった5人の受験生は一般入試を利用しました。なので特に一般入試について見ていきます。一般入試はさらに第一次試験と第二次試験に分かれています。第一次試験では合計点数の高い順から450人が通過となり、その後の第二次試験で75位の人までが正規合格となります。ただ、合格しても入学しない人がいます。入学を辞退した人数分、76位以下から順に募集人数が埋まるまで繰り上げていきます。つまり、入学意思がある人を点数順に募集人数が満たされるまで合格としていきます。東京医科大学は不正な操作が行われる前の点数リストを作成し、合格者を再判定するという方法を取りました。すなわち、在学生と不合格になった方の本来の点数を含めてリストを作り、上から募集人数までを数えます。その枠に入った不合格者は、本来合格であったとして、入学を認める、というものです。今回の再判定でも不合格とされてしまった受験生は、平成30年度の一般入試を受験しました。平成30年度は一般入試では85人が合格する人数となっています。平成30年度の一般入試では最低得点を上回った51人が不合格とされ、そのうち29人が入学意思を示しました。この時点で東京医科大学は平成30年度の一般入試で合格した在学生と入学意思を示した29人を点数順に並べることになります。そして、上から85人を数え、そこに含まれた方に合格を出すという手順です。その結果、85人の枠に入らないとして、5人が再度不合格となったのです。一見、筋が通っているように見えますが、問題は解決していません。なぜなら、85人の合格枠に入らない在学生がいることに変わりはないからです。合格者の最低得点を上回ったのに不合格となった学生がいることに変わりないからです。根本的な問題を棚上げして、合格者をちゃんと分析したって言われても、納得できません。さて、柴山文部科学大臣は合格最低点を上回ったのにもかかわらず85名の枠に入らなかった方を、彼女たちは仮に公正な試験が実施されても合格できなかった方々と表現しました。事実は確かにそうです。入学意思がある方と在学生で上から85人に入らなかったのは事実です。でもわざわざツイッターでこの発言をする必要がありますか？ただでさえ、再度不合格を言い渡された被害者に、文部科学大臣が追い打ちする意味を考えてほしいです。さらに、下駄を履かせた最低点以上の人がみんな合格したら、すでに入学した何人かを追い出すことになります。
とも発言しています。なりません。不正からの追加合格者は2019年度入学となり、その人数分は2019年度入試の募集人数から引かれるという段取りで、文科省も認めています。つまりもし合格者の最低得点を上回る方に合格を出せば、2019年度の定員がさらに5名減るとの表現が適切です。柴山さんはそもそも7日の会見で控えめな言及に抑えています。安易に被害者を貶めるツイートをしてしまうことが非常に残念です。今日の動画はここまでです。東京医科大学は合格基準を判断し、上から85人を合格としました。この対応では差別的取り扱いは解消されていません。他の大学の差別的取り扱いもどんどん露呈しています。平等な採点が担保されることを強く望みます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。